どうも、ワッキーです。この度出版を記念いたしまして、ワッキー TV の食事会を開催することになりました。ありがとうございます。日にちがですね、2019年6月26日水曜日、時間が19時からなんですが、受付が1時間前の18時から受付開始と。肝心のお店なんですが、馬肉問屋馬九郎新橋店でございます。過去にご紹介したお店になるんですけど、まだねその動画見てない方いらっしゃったらカード出てきますから見てみてください。この馬九郎さんで超大盤振る舞いな食事会をやっちゃいます。なんと今回ワッキー TV 食事会用に馬肉の解体ショーをやります。マグロの解体ショーとかは見たことある方いらっしゃると思うんですけど、馬肉の解体ショーって多分見たことない方の方が多いんじゃないかなと思うんですよね。まあ、とにかくね、馬九郎さんの馬肉めちゃくちゃうまくて、まあ、馬刺しはね当然ありますし、馬肉の唐揚げ、馬肉のステーキで、ステーキはステーキでもなんと馬のシャトーブリアンのステーキです。で、馬肉ってすごく体に良くて、カロリーが牛と豚の約2分の1以上のカロリーなんですね。で、ミネラルは3倍、多種のビタミン類が豚肉の3倍、牛肉のなんと20倍あると。疲労回復、集中力を高めたり、血糖値を調整する効果があるグリコーゲンが牛肉の3倍、豚の5倍、馬肉には含まれていると。で、ここにワッキー TV 食事会の特別メニューをちょっと今出してるんですけれども、こんな感じでやらせていただきたいと思ってます。で、一番下のメニュー分かります？ワッキー特製うまうまカレーライスと書いてあります。僕がお店に前乗りしてカレーを作り、皆さんに振る舞いたいと思っております。頑張って美味しく作りたいと思ってます。で、メニューを見てみると結構豪華なんですよね。食べ放題ではないんですが、量かなり出してくれるん で、しかも飲み放題がついております。で、もしかしたら YouTuber さんで特別ゲストを呼ぼうかなとは思っております。で、実はこの食事会のお知らせはもう Facebook の方では募集をしてまして、もしね Facebook やってる方いらっしゃったら、ワッキー TV の Facebook ページありますので、そこに参加表明とかもボタンがあるので、まあ、Facebook やってる方は詳細もそこに全部載ってますから、参加できる方はね参加してもらえれば嬉しいなと思っております。で、お店も全部貸し切りで、で、定員がねどうしてもありまして、ちょっとねこれはあの先着順になってしまうんですけれども、定員がね約50名を予定しております。ちょっとね50人になってしまったら締め切りと、いった形になってしまいます。そちらの方はご了承いただけたらなと思っております。まあ50人集まるのかっていうのもありますけどね。そして最後はねやっぱり金額ですよ。約7、8000円相当の、料理とあと飲み放題もついてて、なんと金額が3500円でやります。これはね、なんだろう、僕目当てじゃなくても普通に行くだけでもめっちゃお得というね。まあ、場所が新橋店なので、まあ都心部にはなるんですけども、まあ、ちょっとね関東以外の方だとね来れないと思うんですけれども、ぜひぜひ6月の26日水曜日19時から食事会を開催いたしますので、参加したいっていう方は Facebook のねイベントページもし見ることができれば、そちらの方で参加ボタンを押していただければ、多分そこが一番早いかなと思います。ただ Facebook やってない方は下の概要欄に食事会のメールアドレス貼っておきますので、そちらの方にお名前とメールアドレスを記載の上お申し込みいただければなと思います。ということで、ワッキー TV でね食事会っていうのは前オンラインサロンとかやってたんですけど、まあ、今はね一旦ちょっとやめまして、こういったねオープンでの食事会っていうのはもう相当ぶりなので、めったにねあんまやらないですから、ぜひぜひ僕と一緒に食事がしたいという方、あと馬肉食いてえなっていう方、ご連絡の方していただければなと思います。それではお知らせ動画でございました。またねー。